痩せたい人専用、1週間でマイナス3キロ、肋骨閉じるだけで下腹へこんで全身痩せするトレーニング紹介します。前回こちらの動画で肋骨の閉じ方がわからないという人たくさんいましたので、詳しい解説するプラス、今回はアラフォーでも簡単にでき、体脂肪コレステロールが劇的に落ちてデトックス効果もあるので短期間で痩せていくメニューになっています。今回も一緒に頑張りましょう。ではまず肋骨を閉じるやり方説明していきます。まずは NG パターンなんですが、この肋骨の下側が前にこんな感じで飛び出ている方非常に多いんですね。これって横から見ると腰が反れているの分かりますか？このままトレーニングしていくと腰痛になったり、さらに皆さんやっていただきたいんですが、肋骨が前に飛び出てこんな感じで腰椎が前腕なっている状態って、このお腹に力がすごく入りにくいんですね。そのためポッコリお腹にすごくなりやすいです。お腹の筋肉が使われず、背中や腰、肩のあたりがどんどん硬くなって、背中、背面のコリにもつながってきます。ではこの開いてしまった、開いたという表現を私はよくするんですけれども、この肋骨の下側が前に飛び出てしまっているこの状態を閉じたように中にしまうやり方なんですけど、まず大きく皆さん息を吸います。吐く呼吸も一緒に連動して吐きながら、この肋骨の下部をふーっとおへその方に滑らすようなイメージです。そうすると肋骨が中にしまわれます。そうするとみんなここ叩いてみてください。お腹硬いの分かりませんか？この硬い状態で中のインナーマッスルまで使える状態が作れます。これが非常に大事な土台になります。横から見てみましょう。まずは腰が反って肋骨が前に飛び出ている状態ですね。ここから吐く呼吸でこの下側を閉じます。そうすると骨盤が立ったの分かりますかね？この尾骨が床の方に真下に向く感じ、こうなっていくと骨盤も、これピラティスでニュートラルポジションって言うんですけれども、このニュートラルな骨盤が作れると、このお腹周り、特に下腹の筋肉って非常に使える状態になってきますので、実はこの骨盤の傾きにも影響があるんですね。なので皆さん、ここの肋骨が飛び出てしまってトレーニングしていると非常に腰を痛めて、さらにトレーニング効果が出にくいという残念な結果になりますので、ぜひこの肋骨の下部を滑らせるように下に閉じて、強いお腹のまま動くように意識していきましょう。アラフォーからでもやればできる。では一緒に頑張りましょう。はい、ではまずは立って、そのまま頭から順番に背骨丸めて、最初ストレッチです。背骨をリリースするように下で吸って、吐く息で尾骨から順番に背骨積み上げていきます。吐きながら下。背骨が硬いとね、肋骨動きにくいですので、最初にまずリリースしていきます。はい、OK です。ではもう一個ストレッチをしていきたいんですが、足はマット幅ぐらいに開いて、膝の上に手です。お尻突き出して、吐く息で尾骨から背中丸めて、吸う息で尾骨から背中まっすぐ、胸を伸展、吐いて尾骨から、立ったままでキャットストレッチしていきます。吸いながらお尻先端から動いて、特に腰椎丸める意識、吸って伸びます、吐いて丸める。はい、 OK です。ではちょっとリリースできたところで、次からは立ったままエクササイズしていきます。足広げて、横に足アップして、肘にタッチしていきます。この時さっきお伝えした肋骨開いてないですか？開いているとお尻がプリッと出て
反り腰の状態になってお腹使われなかったですよね。なので肋骨をしまった状態で動いていくことを意識してやっていきましょう。はい、OK です。次は反対やっていきますよ。準備していきます。はい、では肘にタッチタッチです。この時ね、ぐにゃぐにゃ体がならないようにしっかり腹部使って骨盤も安定させます。いいですか。肋骨はこう閉じる、しまうような意識をしながら腰が反れていない状態で動かすようにしていきます。足にも結構効いてきます。お腹はもちろん足痩せにも効果あります。はい、 OK。 では次、少し広めに足開いておきます。膝とつま先同じ方向を向けて手を組んで、そのまま横に振っていきます。吐いて吐いてひねる感じです。この時にできるだけこの肋骨が一緒についていかないように、ここは骨盤ですね、骨盤がついていかないように正面向いたまま、そして肋骨は締まっておく方向で腰が反れていないようにしましょう。はい、ではですね、今のツイストちょっと応用編次やっていきますね。はい、そしたら左右に今度足を上げて左右にひねります。この時はお腹を思いっきりひねる感じで OK ですよ。足アップする時に下腹へこませる腸腰筋も使いながら、脇腹にあるインナーマッスル腹斜筋も同時に使います。呼吸で内側の腹横筋も使っていますので、これだけでもね結構いい感じに息上がってきます。はい、それでは次です。今度はちょっと横向いていきますね。この状態からお尻突き出して、腕は耳のとこまで上げます。吸って戻ります。吐いてお尻突き出す、吸う、吐いて、お尻や足の筋肉も使いながら、お腹も同時に、さらに背中も同時に使っているので全身の筋肉を使うのに効果的です。この時もできるだけ腰反らないように肋骨閉じておきます。はい、 OK。 そうしましたら次はまた立って準備です。ここをね、反対側触りながらそのまま横側に上げ下げです、足を。はい、でここがねパカッと開いてないか自分の手でチェックしながら、しっかり肋骨ができるだけ前に飛び出ないようにお腹使って、さらに足と腕動かしていきましょう。吐いて吐いて立ちです。はい、 OK。 では次は反対いきますね。ここをできるだけおへその方に閉じた状態でここキープしておきます。そのまま吐いて立ち、吐いて吸う、吐いて吸います。足も動かすのでお尻の筋肉も一緒に使いますね。背中も動かして背中すっきり効果も出しちゃいましょう。吐いて吐いて、そう、ここ開いてきてないですか。疲れるとね、どうしても腰負担がかかってくるのでお腹引き上げてやっていきます。はい、 OK。 そうしましたら次は足を開きます。開いて頭の後ろに手です。膝曲げてお尻突き出したら、片足ずつ膝と肘近づけます。お尻突き出して吐いて吸う、吐いて吸います。ずっとお尻突き出し続けて、足とお尻の筋肉使いながらお腹と背中使っていきます。はい、じゃあちょっとね分かりにくかったと思うので
横からもやっていきますね。このままお尻引き下げます。そこからひねる、ひねる。お尻はずっと突き出して、お腹下がらないように。しっかり肋骨は前に飛び出ないようにしながらひねります。結構これも全身使いますので、自分のペースでいいですよ。吐いて、吸う、吐いて、吸います。はい、OK。はい、いい感じですね。では、次です。はい。では、手をグーで、そのまま、しゃがんで、斜めに伸びる。しゃがんで、伸びる。脇腹グーンと伸ばす。しゃがんで、この時、お尻突き出しながらしゃがんで。しゃがんで伸びます、はい、足やお腹、腕をブンブン振ることで背中しっかり使えてますよね。ちょっとね、意識して動くだけで体って変わりやすいです。はい、では次反対いきましょう。同じように足開いて手組んでおきます。今度反対、しゃがんで脇腹伸ばしていきます。しっかりグーンとこの拳を天井の方に伸ばすようにして、お尻は突き出しながら動きます。そうすることでね、ハムストリングなども使えてきますので、足汗効果もアップします。グーンと伸びます。はい、 OK。はい、そしたら次が最後になりますよ。皆さんよく頑張りました。では横に開いて、吐いて、吸って戻ります。吐いて、吸う。この溝落ちからひねる。溝落ちから。この時、肋骨前に飛び出ないように。なので、骨盤は正面向いたまま動きます。この胸椎、胸の背骨を動かすようにして、体のバランス、取れる体作っていきます。今回もお疲れ様でした。短期間で痩せるためには、やっぱり正しいフォームと続けることが大切。間違ったフォームでやっても、なかなか結果が出ないので、ぜひ一緒にやっていきましょう。皆さんからのやってみたよっていう報告、励みになるので、どんどん教えてください。もしこの動画ためになったら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。